ビったビビってだいぶ前に止めた気がする。で、あの江崎灯台ね、見ていきましょう。またカメラ回してなかったよ。いやー、あの江崎すごいやでね。さあ、ということで灯台の方に来てみましたけどね、なんか全然思っとったよりもなんかおしゃれなカフェスペースなんかもあるし、あそこにもちっちゃい灯台ありますか。あれが灯台じゃなくてこっちですね、あの江崎灯台。へえ、溺れつつ松山ね。すごいですよね、もうさにガリッガリに入り組んでますからね。いわゆるリアス式ってやつですよね。記念碑なんかもありますけど、この奥に灯台があって、なんか3時までだったら登れるみたいな噂があったんで、ちょっと先にそっちの方行きましょうか。もう2時ね、2時回ってますもんね。うおー、なんかだんだん絶壁の方行ける道とかもあるけど、これはこれで、あ、これだよ。日祝は11月までは、あ、4時か、4時までか。おお、まあまあまあいい感じですね。はい、ありがとうございます。ちなみにお子様だけでの入場はダメらしいですけど、灯台なんかは、動画撮影 OK ってことなんでね、撮らせていただきました。いや、ありがたい。一応ね、階段料として、300円ってことですね。こんな、記念ネタがもらえますという感じですね。崖崩れ箇所があります。柵が絶対出ないです。まあ浸食しまくってますね。今日結構波高いね。で、これがあの江崎灯台ってことでですね。いや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 、ここの灯台はまだ登りやすそうですよね。あの灯台ってね、あの観光スポットにするように作ってないんで、フォトスポットなんかもあるんだ。ここ、あ、ここがフォトスポットになってるのね。よし、なるほどなるほど。海上保安庁管理ですね。汚損行為は、取り組み、汚損ってね、所損汚損ってのはね、結構公務員用語っぽく使われることが多いですけどね。で、この中入っていいんですね。こんな風になると記念スパダンプもあったりして、地震の発生また記念の方は速やかにその場で関係のような体制を取り身を守ってください。展望台だったら上のどっちの方がいいんだ。まあ、そうか、逆に上ですからね。という感じで、ここ海上保安庁の感じなんですね。海保はね、実はもう千歳町のね五の市にあるんですけど、四日市だと、ね、あの龍崎、大王崎、登れる灯台16基、あ、逆に16基しかないんだ。で、向こうは残波ね、あのすっかりあのあれで有名なね、残波っていうと沖縄のなんで、あの泡盛のね名前な感じですけど、であとは、ね、鳩島と野崎島。でもここはちょうど大王崎と2つセットであるんですね。で、潮の岬と串本のね、島とか、結構少ないんだ。逆にここに書いたら泊まってるのはすごいありがたい話なんですね。で、あの岬に来てます。あの岬なんだ、あの岬ですね。はい、私立はコンクリート作りですね。登りやすいですもんね。そう、あの普通の灯台っていうと、もう端っこに登ってくるような構造になってるのが多いですからね。まあでも、まあまあ階段も急ですし、あ、結構登りますね。お台場の気持ちのくらい、こんなのもあるんだ。やべ、これは難易度高そうだね。登れるところは収録機、東方海、これで半分ぐらいかな。
こっからまた中段階。うわぁ。東大目黒に立ったと。こんな限定販売あるんだ。アナウンサーと 3D クリスタル。5000円で作っちゃったんですね。ここら辺ちょっと天井とかで測ったのが結構低いんで気をつけて。狭っ。で、おお、これで灯台のこれがまさに灯ですね。灯台の灯ですね。明かりですよ。ということで、ここはここは残らないですね。これはもう完全に業務用ですね。送りと作りますね。どうだ。とはこの記憶に確かに深く聞いた両方にある。また山場の入り口の先で編集には暗証は多く古くから暗の先、大王先、鎧先かなと思って、島山先と称し無の難所として開いたところと、でこの灯台は明治の6でイギリス人の技術によって建てた明治6年の始めということになる。当時は八角形の木造灯台、木造だったんですね。で昭和32年に広島建設されており、標本の形もいくつかの舞台として名を知られましたと。23年に現在の地下系コンクリート、上半23年時によって八階段で最初に建てられた八角形の木造灯台は、東京都江東区の、船の科学館に保存されているんですね。すごいですね。でこれがその建て替えたんですね。これ自体はまた新システムに変わってるみたいですよ。いっぱいですよね。これで遠くから見える機械になるわけですかね。オリジナルグッズ、こんなのあるんですね。重力スタンプラリーなんかも、やってるらしいです。やっぱ狭いですけど、ここね、出るとこれが、あ、初代のアナメザキとね、こんな感じですよと。なのでね、あ、いろいろ届けますね。陶土式とか、オート式、石油白熱陶器とか、陶式石油とかね。で今は、ランプの店になってますけど、うわー、これはうわー、うわー、風、あ、結構風ある。うわすごい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 。着いた。おうわすげえ。まあまあやっぱ風を感じますけどね。いやすごい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 立派だし、わー波もすごいし、他のお客さんもやってきたみたいですけどね。入り口の感じもまあなんか狭いですからね。この高さ、私の背丈がこれぐらいなんで、まあ本当にまあね、観光用に作られてませんからね、巨大なんでね。いやいやいや、すごいですね。そう、この入り組んだ形がね、非常に複雑になっておるし、岩礁も結構あるんでね、海図とかで見るときも非常に難しいところですからね。やはり特に今はねまだ GPS とかのね機能が普及してますけど、やはりこの物理的に灯台で照らすっていうのは、非常に有効になってくるわけですね。すごいな。今日はなんかこういった展望のところが多いのはありがたいですね。よいしょ。あ、こんにちは。おー、すごい。さあ、降りていきましょう。よく見てみたら、そうか、さっき充電ささなかったからな。見送りしていただいとったからそのまんま出てきたから、いやーやっぱいいですね、灯台ですね。さあ問題はこれ、そか、大王崎まで回ろうと思うと大王崎も4時ぐらいにしまいそうですからね。他の距離にこう全国に16個しかない、うちの草とかあるのかな。三重県いい町ですね、やっぱし。これのろしっていうものですっけ。いろいろ建ててます。犬坊崎、犬坊崎とかね、ジャミン海岸とか、こんな島にイラストなんかもねあったりして、よし
しょう。あ、これがその映画のロケ地に使われた時の映像なんですね。時代を感じますね。昭和32年だもんな。へえ。いやー、楽しかった。よいしょ。よし、じゃあちょっといい感じで見て回りましたけど、まあ、これも計算できるのはありがたいですね。これぐらいがちょうどいいですよね。なんかぎゅうぎゅうに混んでるところだとね、撮影大変ですけど、よしよしよし。結構ちゃんと地元の憩いの場になって、本当はちゃんと地元の憩いの場になってる感じでよかったですね。ね、そこの建物とかも普通に綺麗やしね、いいじゃないですか。別に若い方は普通に来れるよね、この感じやったら。へー、遊んだりもできるし、全然いい場所じゃないですか。でも案外広場が少ないとかね、この辺りこういったところにあるのがありがたいですね。で、東大資料館とか、資料館はもう閉まってるのかな、電気ついてないですからね、あれですけど。